ワルサー PP はドイツのカール・ワルサー社が1929年に発表したダブルアクション式自動拳銃である。22口径、32ACP 口径、380ACP 口径の3種類がある。PP とはパリーズイピストールを意味する。ワルサー社が発表した10番目の自動拳銃でダブルアクション式自動拳銃としては世界で 初めて商業的成功を収めた製品ともされている。PP は各国の警察用として、また民間で銃の所持が許可されている国ではセルフディフェンス用として使用されている。軍用を買った拳銃の P38 は PP のトリガー機構が転用されている。ワルサー社が自動拳銃の開発に乗り出したのは1908年のことだった。初期の製品は モデル1のように単純な名称のみ与えられていたが、モデル9に次ぐ10番目の製品として開発されたのが、ワルサー PP である。当時、各国の法執行機関では安全性などを重視して、ダブルアクション式の回転式拳銃が広く配備されていた。ワルサー社ではこれを受け、ダブルアクションを組み込んだ、警察用自動拳銃の設計を行ったのである。 1929年に特許が取得され、1930年から販売が始まった。最初に発売されたのは 7.65mm オート弾及び 9mm ショート弾仕様のモデルだった。1930年代初頭には、22口径弾や 6.35mm 弾仕様のモデルも発表されたが、普及はしなかった。 ダブルアクションという珍しい特徴が評価され、発売後間もなくして、欧州各国の警察組織が採用した。また、ナチスドイツの時代には、国家社会主義ドイツ労働者等が有する準軍事、組織、警察組織、そしてドイツ国防軍によって、正式拳銃として採用された1931年に発表されたワルサー PPK は、 プロイ選手警察からの要請をもとに設計された。もともとはショルダーホルスターを用いて拳銃を携行する私服警官向けのコンパクトなモデルと位置づけられていた。p p シリーズの生産は第二次世界大戦中も続けられたが、戦況が悪化した1943年から敗戦を迎える1945年頃までに、 製造されたものはそれ以前の製造分よりも品質が劣っていた。敗戦後、赤軍が進駐したドイツ東部から西部へと脱出したフリッツ・ワルサーは、ウルムにて、ワルサー社の再建に着手した。1952年、ワルサーは、再建資金を確保するべく、フランスのマニューリンに接触し、PP シリーズの製造許可を与えた。マニューリンとの契約は1986年に、 失効した。ドイツ民主共和国では、かつてワルサー社の工場があった、セラメイリスにて接種した PP シリーズを主に、ドイツ人民警察へと配備していたほか、後に、ワルサー社の許可を得ないまま PP シリーズの生産を再開した。P1001 から例なる名称で、コピー生産を行い、1970年代後半頃まで、使用されていた。 開発以来80年以上を経過した古典的拳銃であるが、使用弾丸規格が市場の主流規格であることや、21世紀初頭でも通用する安全機構を備えた高い設計完成度によって市場での商品性を保っており、姉妹モデルであるワルサー PPK とともに現在でも生産が継続されている。またダブルアクション機構の他にも安全装置設計での高度な配慮、 トリガーガードが分解時に回転し、テイクダウンラッチとして機能する合理性など、コンパクトな設計に盛り込まれた機能的システムには、注目すべき点が多く、世界各国で開発された後続の中型、小型自動拳銃にも大きな影響を与えている。PP スポーツ1930年代から様々な企業によって製造されてきたため、 派生モデルや製造時期によるバリエーションの幅は広い。ありがとうございます。